予想屋の寺田さんと対決してみたー。違う、あ、違う、どういう回ということで、今日はもう前々からね、すごくお世話になっております寺田さんと予想対決をしていきたいと思います。はい、寺田さんが一般席で今日予想してたので、そうですね、そこにちょっとお邪魔する形になって、はい、今回収録みたいな形になるんですけど、はい、やっていきましょう。頑張るぞ。11レース、12レースの2レースで、はい、はい、はい、どんと来い。どうします？怖い。そのルール的なものは、1レースどれくらいですか？まあ、じゃあ5000、5000にしましょうか。そうしましょうか。じゃあそれで、はい、早速やっていきましょう。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。おチャンネル登録お願いします。曽根さんとですね、プロセスは基本的には一緒なんですけど、うん、まあ、このレース1が逃げるか逃げないかっていうところから始めて、はい、だいたい3パターンぐらい展開をあらかじめ予想しておきます、うん、実はこうやってですね、あ、書いてるんですね。私は1にモーターだと思ってます、うんうん、で次にスタート力、うん、であとは水面相性ですね、はい、あ、そのトーチのってことですね。トーチの、はいはい、あの全国のではなく当地の水面相性をちょっと重要視して予想をしていきます、はい、まあ2番時計ですね。まあここはちょっとフライング5と言いながらも本線は1からの、うん、もう順当に234234、おお、2刺し2刺しかなと、まあ、この6点、はい、うん、で、穴はやはり先ほどここですね、うん、かこれの先攻めもあるので、うんうんうん、穴狙いですよ。これはあくまで穴狙いで、うん、234のボックスで行っても面白いかなと。で、あとはもう一つ面白い目が、うん、234234で5をつける。まあ、ただ全部買ってねってなると今度予算がオーバーしますので、うん、まあ、ここから絞っていきたいんですけど、うん、まあ、船券対決ということなんで絞るならここ絞りましょうかね。これね、面白いですけどね、やめます、はい、あ、絞って234のボックスにします、はい、穴を。じゃあこっちはいらないですね、はい、これでいきましょうか。はい、1000、2000、3000、4000、はい、はい、ちょっとこれで5000入りたいと、はい、プラタス、はい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 、私こちらで決まりました。はい、はい、1-24-23-45、500円ずつ、はい、はい、その心は、その心は、はい、はい、あ、まずもう一個4-13-135があるんですけど、はい、1号艇は、まあ、1パターン逃げるっていうトーチの逃げ率とかも見て、あと雨ごりの後半結構イン逃げしてるので、はい、うんうんうん、それも一応参考にして、はい、1頭で買ってて、あと1号艇の、はい、負ける時がだいたい4号艇からまくられたりとか、ほうほう、まくり出されたりで多いので、はい、まあ、その負け方も見て森屋さんの4頭の、なるほど、1-3-1-3-5。それはもう、これは森谷選手は差しじゃなくてまくり、まくるか、はい、3号艇がバッて行ってしまって、うんうんうん、インのちょっと争いになったところを2番差しで差し抜けるということですね。はい、はいはい、3出てる、いや、うわ、3がちょっと覗いたけど、いってんじゃない、覗いてくる4号艇も5打し優、三号艇の渡辺美さん、号艇が追加の学校、三号艇がコンパクトに運んだ、ここ4号艇、うわー、3が来てしまった。最初の買い目通りでしたね、1からの2、3、4、2、3、2人ともないパターンある。いやいやいや、大丈夫大丈夫大丈夫、一応さあちょっとね、4が寄りついてしまってるんで、うまい森屋、うまいうまい、うまい、13だと同点か、同点ですね、同点だ、
いやでもやっぱり3の3号艇のモーターが多分そうですね、ちょっと出てますね。これ2が残るとしゃーあーと2が残してくれ。シオン2位の方がそうですね、刺さるでしょ。うわやばい、2位になった。おい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 、これデッドヒートですね。デッドヒートだ。いやまあ3じゃないですか。いやこれ3が有利なんです。3にな、1、3になります。これ1、3になりますね、下手したら。森屋が行く場所ない。あうわいや2が2差し込め切っちゃった。あのこれルーキーシリーズでしたねあそっかもう2、3着が惜しかったですね。でも一番最後だ、うん、残念。6番人気だ。あー13、2かポイントは3つです。もう長嶋選手がいやいやいいからこのまま押し切るか、うん、高田選手がスリット後行き足伸ばしてまくるのか、うん、まくっちゃうのか、うん、受領しましたね。でここで競り合って田口選手が突き抜けるのか。ありそう。もうおそらくこの3パターンしかないかなと、うん、握って回りますから、うん、その分こっちが差し入るので、うん、1から行くなら、まあ、2連率をちょっと信頼しての、うん、4、6点ですね。2345これ抑えにします、うん、私の本線はここの9点で行きたいんですけども絞ります。絞るんだ。すいません船券対決で絞りますけど、お客様向けの予想はこれでお願いします。さっきこれで外しちゃったんで2 確かにそうですね。6点6点6点12点多いな。2着あって3着なしにします。ちょっと僕手広くいってますね。当たったらいいですよ。はい穴で勝ちにいって、あー3、4、5とかすげえいってるし、さしこちゃんです、さしこちゃんすげえいってる。はい、すいません、ここでガマボーリの12レースの船券を見せていただいたお客様に先着で、このガマボーリのレディースオールスターのトランプを配布しますので、今回のレースに出てる女子選手の顔が載ってます。あ、せいじぽんさん、ありがとうございます。さっき配信で、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ、撮れますように。でもあのノートすごい撮ってるじゃないですか。ノートめっちゃ撮ってますよ。何書いてるんですか。あれは、そのレース走る選手をまずこう書いて、うん、はい、あのまずお名前から覚えないといけないので、読めない名前を振り仮名書きます、うんうん。そしたら本日のそのレースのモーターがいい人はモって書いて、展示が良かったら展示丸とか、展示良くないって書いて、10走中何着入ってるかで、当地のなんか逃げ率とか成績とかを見て、なんでそれを買ったのかまで一応書けます。ほうほうほう。でも3が来たら5の展開ってめっちゃありますよね。そうですね、結構奇数艇で決まるとかある。そうですよね、偶数艇で決まる。あ、1、2、4とか、うん、うわ、カードスタート。あー、でも並びましたね。並んでる。スリット同体。さあ、握ったから3が入る。3が入った。3、1まであるか。入ってない。1、3。あと、どういってないですね。やっぱり大山選手ちょっと弱いな、モーターが。このままだと1、3、4か2。私ある？ある、ありますよ。寺田さんが11枚ある。11枚ある。え？500円。いや、じゃあ、あれ多分5万円じゃないですか。違った？あ、500万のことですか。500万です、それ。500万です。はい、500万です。今1、3、4だ、2の方がいいんだ。あ、2の方がいいですね。2の方がいいんだ。あ、ちょっとやっぱ下がってる。あ、下がりましたね、やっぱり、うんうん、やっぱり3が攻めたら4はついてくるんで。そうですね、うん、2になった方が僕は、あー、決まりました
では長嶋選手、女子タイトル初、おめでとう。おめでとう。もうこれはこれ嬉しいですね。1、3、何番人気ですかね。1、3、4は1番人気になってました。1、3、2か1、3、4だった。最初ね、1、2からちょっと売れてたんですね。そうですね、まあ、やっぱりもうまくりに行くんやったら頭か着外か。そうですね、まあ一着か着外かって感じですね。あ、帰ってきました。さあ長嶋真紀選手が、ということで船剣対決も、ね、ニコニコ。はい、ということで船剣対決の方ですけど、なんとか寺田さんがなんとか寺田さんが勝利しました。おめでとうございます。ありがとうございます。面目躍如、ね、ただやっぱ配分がでもね、ちょっと苦手としてるところもね、苦手です配分。いや、まあもう穴っぽいところはちょっと薄めに、まあまあ元取れはいいかなっていう感じ、そうですね、ちょっともう一回リベンジしましょう。はい、配分もうちょっと勉強して。はい、よかったよ。でも予想的には良かったと思います。良かったですか。非常に、3も刺さりそうでしたし。そうですね、2人とも、まあ盛り上がりましたしね、11レースも展開は全然間違ってない、むしろあったよね。よかった。またぜひよろしくお願いします寺田さん。いえいえ、こちらこそ餅を焼いておりましたんで餅、焼き餅してました、はい、焼いてましたんで今日帰ってその餅食えます。はい、ということでチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。また見てねーねー。 T 寺田の T T T